はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川ーーです。注目材料を3分で解説します。はい、2月10日24時にアメリカで2月ミシガン大学消費者態度指数速報値が発表されます。この指数はミシガン大学サーベイリサーチセンターによる消費者500人への調査ということで、はい、そのうち6割の結果を速報値として すべての結果を確保値として発表します。GDP の約70%を占めるといわれる個人消費の動向を素早く確認できるため市場の注目度は高めです。加えてサブ指数の、サブ指標の待インフレ率も注目されております。早速見ていきましょう。 はい、2月のミシガン大学消費者態度指数速報値を見る上でのポイントは3つです。1つ目、1月の消費者態度指数は64.9と2022年5月以来の水準まで消費者マインドが改善しています。 2つ目です。消費者マインドの改善はインフレ鈍化が後押しする格好になっているということです。FRB も注目する p c 価格指数は前年比で5%まで低下ということで、はい、ディスインフレが進んでおります。また、ミシガン大学の調査でも1年後の期待インフレ率は3.9%と2021年5月以来の水準まで低下と。 というこのまま改善傾向が続くか微妙ということで足元の消費が軟化しているほかガソリン価格が反発基調を示すなど物価の低下スピードを緩める材料もあって消費者マインド改善を抑制する危険はありそうです。 はい、市場コンセンサスはミシガン大学消費者態度指数が65.0。サブ指標の1年先期待インフレ率は4.0%となっており、どちらも1月から若干上振れるとの見方が優勢となっております。はい、チームハロンズとしましては、貴重的なインフレピークアウト期待が消費者マインドを全体的に支えている状況は変わらないものの、 直近の消費の落ち込み、あとはガソリン価格反発で消費者マインドは抑えられていると考えております。はい、そういうことで結果を受けた市場の初期反応は下向きではないかと考えております。ただですね、1年先の期待インフレ率が強い結果となれば、FRB の早期利上げ停止期待が後退して、まあ、ドル円は上昇幅を広げるリスクもあり、注意が必要と考えております。 はいこちら直近の早わかりの結果ということですご参照くださいはい右のマナのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です youtube 概要欄から口座解説をすると通常の口座解説特典2000円と新規取引1回1万通が16と以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中ですさらに取引用に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります 詳細は YouTube 概要欄をご参照ください。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。